青年海外協力第50周年移民ソング一人一つにご参加いただきました武田哲也さんです。どうもよろしくお願いします。はい、どうもこちらこそお疲れ様でした。今回50周年ということで、うん、僕が詩と曲を書かせていただいて、実はそのお話しいただく前にですね、協力第20周年のこの地球色の日焼け、武田哲也さんがお歌いになったということで、それをお聞きしてですね、歌詞をいろいろ参考にさせてもらいながら作ったんですけど、この頃は20年で、で今がちょうど50年に、30年か、でちょうど50年ということで、じゃあこの青年会議協力団の中にもいろいろ支援の形が変わっていったっていうのを聞いたんですけど、これをなんかこう歌った時のことって覚えてらっしゃいますか？何かこうその頃のその青年海外協力隊のイメージっていうのは、はい、奇特な青年というかな、はい、ちょっとこう数少ないそのいわゆるその数少ない変わり者の青年っていうイメージだったので、ね、でやっぱりなんていうのかな、そういう青年を誰か早く褒めてやらないと、いけないなという思いがあってね、いいことしてるわけだからね、なんかそういうちょっと思いもあって、なんか青年海外協力隊のそういうものにこう参加する青年、男性女性、なんかすごく褒めてあげたい、俺は感心するっていう、そういう思いをその歌に込めたんですよね。もう僕は実際にアフリカのマラウイっていうところであったりとか、グアテマラっていうところであったり、この前ラオスっていうところに行かせていただいて、こういう協力隊の視察活動を見てたんですけど、で僕のイメージもしかっていうと普通の子たちはあんまり行かなくて、すごいこう志が高い人たちが行くんだなと思ったんですけど、なんかこう最近はですね、違うんだよね、なんかそうなんですよ、なんかこう海外にまず行ってみたりとか、なんかいろんな経験してみたりとか、僕はそのだいぶ昔ってのは分からないんですけど、なんか僕らの世代であってもこう日本っていうのが戦争に負けた後からこう発展していった、自分たちの親とかおじいちゃんたちのこうにお世話になったっていう気持ちが僕らの世代もあってですね、我々の頃はやっぱり ね、その先の大戦において、その諸外国にひどいことをした日本の、悔い改めた青年というようなイメージがあったんだけど、最近の子たちとも違うんだよね。そうですね、瀬谷さんから見られると、それがよく見えるのか悪くないかちょっとわからないです。いやいや全然、俺はやっぱもう全然もう素晴らしいことだと思うよ。なんかそれぐらいこうまあフランクにというかリラックスした形で、いや世界の役に立ちたいっていうことをたくさん言って、僕それにもすごくびっくりをしてですね、そんなにこう敷居を勝手にこう高く上げてたんだと思ったんです、でも同じようにこうそういう人たちがいるよ、そういうふうにしてるよっていうのを僕より年下の世代の人たちも知ってほしいなとか、そういう思いの中で今回この一人一つっていう曲を、書いてみたんですけど、青年海外協力隊のような青年たちが毎年毎年必ず日本にいて、で地上のどこかで地球上のどこかでこう頑張ってて、でそのなんか決してありがとうをむやみに求めたりせずね、そういうことの積み重ねが、その運十年たまって今のクールジャパンっていう、その日本人ってかっこ悪くないよっていう、なんかこう世界の評価を一部ねいただいてる、その原動力ってそういう青年たちの努力じゃないかなと思ってね、もう俺らなんか何にもしなかったからね、そういう意味でひでえ世代なんだよ、バブルは膨らますわさ、三座学生運動で暴れといて、ベトナム反戦とかって言ってる割にはよ、会社勤めるとバブル膨らましてよ、定年後はもう皆さん若い方の年金のお世話になってよ。いやいや、本当に僕らも残されたものとかたくさんある中で、音楽で僕はなんかそう伝えられることっていうのがこの世代にも僕らもあるんじゃないかと思って、こういうふうに活動も始めたんですけど、ちょっと聞くのはドキドキするんですけど、大先輩なんで今回一人一つっていう曲を歌っていただいて、その曲を聴いていただいてるんですけど、なんか感想というかどういうふうに感じたとかありますか？やっぱりサビの持っていく方は非常にこう
皆さんどう思うかしないけど、青年海外協力隊の歌って作りにくいんだよね。そういうお話をしたかったんですよ。すごいプレッシャーで。作りにくいような、でかいしな。テーマが大きいじゃないですか。それでさ、でかく出ちゃうと、もう嘘っぽくなるじゃない。そうですね。地球に平和をとか言うとさ、はい、お前変人みたいな。はい、だから、下から静かに潜っていって、うん、なんかこう大きいことを歌っといた後、一人一人にこう言い含めていくみたいなね。あ、そのなんかこう何気さ なさを装うというか、はい、そういう歌作るのってすごい難しいよな。そうですね。スキー場で恋してた方がよっぽど楽だよな、ほんとに。その前もちょうどなんかそのこう思い寄せる女性みたいなことを書いてたばっかりの時で、うん、その後にこういう展開だったので、すごいプレッシャーがあってですね、うん、誰にもあんまりこういう経験ってないので、うん、この苦悩を分かっていただけるのは武田哲太さんだけなの。一緒だよ。もう俺的にもなんかほんと困ったもんね。困りました。俺のは募集した詩があったんだけど、あ、そうですか。うん、その詩をこう改訂しながら自分でその詩を作ったんだけど、俺も集約したのは、はい、青年の海外協力隊に行くと日焼けするんだ。あ、ただし言っとくけど、ただの日焼けじゃないぞ、うん、地球色の日焼けっていう、そうですね、そういう言葉じゃないととてもね、うん、このスケールを皆さんにお伝えできないんで、はい、だからやっぱり非常に巧みにサビ持ってってるなという、ありがとうございます、気がしました。やっぱりあの2004年に僕らデビューしたんですけど、うん、2000年に大阪から東京に、あの、ワンボックス1台に機材積み込んでできて、あ、ほんと。で、あの小学校の頃それ聴かせていただいた大さんの曲なんかで、思えば遠くに来たもんだ、うんうん、あの曲を何度も聴いてですね、うん、あの心を震わして僕頑張ってた。あれあれ最高、貧しい地方出身者の青年の歌だよ。いやもう本当今日本当にお会いできるっていうのを聞いて本当に嬉しかったなと、うん、ぜひそういう苦悩を買っていただいた曲なので、うん、いろんなところと世界に広がっていくようなことをこの曲自身がやってみたいなと思ってるので、また、まあ、レコーディングなんで、一緒にお歌いすることはできなかったので、またいつかどうか何か機会があれば、うん、ぜひ一緒にこれを出していただけたらなと、うん、思ってます。若い人と仕事をやるってすごいなんか楽しいですよね。あ、なんかあのこれに参加してもらったんですけど、遠藤邦子さんもお芝居の方でね、お会いしたという話を、この間レコーディングしていただいた。あ、本当に、はい、そうなんですよ。なのでなんかこういうつながりもすごいなと、はいはい、本当に一生で思い出残る一日を今日残していただきました。本当にどうもありがとうございました。どうもとんでもない。失礼します。